義兄であるポートガスディエースが公開処刑されると知ったルフィ、エースを救うため大監獄インペルタウンへと向かう。しかしエースはすでに処刑場マリンフォードへ送られた後だった。ルフィはインペルダウンの囚人たちと共に処刑場となるマリンフォードへと向かったが、なんだあれは、何か空から降ってくる。どんな死に方嫌だっちゃべる。誰か止めてんの。俺ゴムだから大丈夫だ。いた、ルフィ。あれ、まさかクロコダイル。それどころじゃないぞ。なんだあのメンツは。助けに来たぞ。ギャハハハハ。世界を覚悟しろい。久しぶりだな、白ひげ。お前との協定は達成された。なぜお前が白ひげをかばう。やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。無言だ。つけねえよ。よっと。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。
おめえごときじゃ命はねえぞ。うるせえ、お前がそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。くそ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、あなったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。ありゃ全部死刑でいいんでしょう、戦国さん。無論だ。を救うため処刑台へとひた走る。出てこいゾンビ兵ども、ここは戦場。死人の数だけゾンビは増やせる。潮に弱いんじゃったのモリア、お前さんのゾンビ兵は。分かってるはずだぞ。俺もお前も海賊なんだ。思うままの海へ進んだはずだ。俺には俺の冒険がある。俺には俺の仲間がいる。お前に立ち入られる筋合いはねえ。帰れよルフィ。なぜ来たんだ。俺は弟だ。何をしてる。たかだかルーキー一人に戦況を左右されるな。その男もまた未来の有害因子。幼い頃エースと共に育った義兄弟であり、その血筋は革命家ドラゴンの実の息子だ。もうどんな未来受け入れる。差し伸べられた手は掴む。俺を裁くシアハも受け入れる。もうジタバタし、みんなに悪い。魔物ピストル。肉食ったのか。しっかり持て。食らいやがれ。せっこう。やれやれ。プリンやりまくろ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 。来るな、ルフィ。分かってるはずだぞ。俺もお前も海賊なんだ。思うままの海へ進んだはずだ。俺には俺の冒険がある。俺には俺の仲間がいる。お前に立ち入られる筋合いはねえ。帰れよルフィ。なぜ来たんだ。俺は弟だ。何をしている。
たかだかルーキー一人に戦況を左右されるな。その男もまた未来の有害因子。幼い頃エースと共に育った義兄弟であり、その血筋は革命家ドラゴンの実の息子だ。もうどんな未来も受け入れる。サシゼリーを捕まえ、俺を裁く仕様を受け入れ、もうジタバタ死ねえ、みんなに悪い。ピストル、よっこの、オウ、ピストル、やっ、ルフィ君、よろしく。処刑台へ向かうルフィ、仲間たちと共に凍った海を駆ける。だがそんなルフィの前に一人の海兵が立ちふさがった。生きてここへ来ると信じておった。これも兄の手錠の鍵じゃ。ハンコック、おめえってやつは、ありがとう。鬼切るよ。よいのじゃ、よいのじゃ、気にせず先を急ぐのじゃ、ルフィ。ありがとう。行
かせねえぞ麦わら。パフュームフェブル。不届き者控えよ。ここはわらわが通さぬ。海軍の邪魔をしててめえが後でどうなるか分かってんのか。何をしようわらわは許される。戦場では白ひげと戦国の頭脳戦が始まっていた。会場では白ひげを執拗に狙うクロコダイルにドフラミンゴが手を組もうと誘いかけ、一挙に熱を帯びる戦況。走るルフィの前にもまたジュラキュール・ミホークが現れた。鷹の目。悪いが赤髪、この力慎みはせんぞ。鷹の目。さて運命よ、あの次世代の申し子の命ここまでか、あるいはこの北東からどう逃がす。あんな杖のと戦ってる場合じゃねえ。俺はエースを助けに来たんだ。押し破壊。このゴムのガソリンが。ちくしょう。さあ、このゴムのピストル。このゴムのピストル。このゴムのピストル。こちらの番だ。このゲーム。このゴムのガソリンが。見てろ。よっ、セカンド。よし、破壊。ジャックのピストル。うわっ、ここくじゃ。おーのー、いくぞ。全部ぶっ飛ばしてやる。ジャットピストル。まだだ。よっと。止めてみろ。熱心なのか。行くぞ、行くぞ。さあ、よっ。行けてよ。このピストル、このピストル。押し、破壊。押し、破壊。よっ。よっ。押し、破壊。押し、破壊。よっ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 。こちらポケット。押し破壊。押し破壊。よっ。よっ。うっ。このゴムのガソリン。このゴムのピストル。このゴムのロケット。
何しとんだこら麦わら。なんだよ、切ったのあいつだぞ。ゴムゴムの目がわらやめかば。ブラババババを繰り広げる海軍とルフィたち。そんな中、海軍が大きく動いた。戦闘丸の艦隊を白ひげ船団の後ろに回り込ませ、挟み撃ちにしたのだ。白ひげ傘下の海賊たちから狙え。包囲枠から外れた者たちを始末せよ。パシフィスタの猛攻で海賊たちは次々に倒れていく。一方、その頃モビーディック号戦場では、スカード、無事だったか。さっきてめえに連絡を。すいません、おやっさん。後方参加の海賊団はえらいやられようだ。持てる戦力はすべてぶつけてくる。後ろから追われるんなら望むところだ。俺も出る。こっちも一気に攻め込む他にねえ。そうですね。俺たちも全員あんたには第四がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえ。スクワード、あんなところに。おやじ！おっさん、スクワード。なぜお前がこんなことを。うるせえ。こうさせたのはお前らじゃねえか。スクワード、おめえ仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。バカな息子を、それでも愛そう。仲良くやんな。エースだけが特別じゃねえ。みんな俺の家族だぜ。海軍大将赤犬に騙され、白ひげの胸を貫いたスクワード。しかし重傷を負わされたにもかかわらず、白ひげはスクワードを許す。船を降り、グラグラの実の能力を振るい始める白ひげ。世界を破壊できる力を目の当たりにし、海軍と海賊たちは驚きおののく。突如ミホークの前に放り出された。黒刀夜の一撃を受けるバギー。ユーさん、貴様鷹の目だな。
グラグラの実の力でマリンフォード島全体を傾ける白ひげ。対して分厚い鋼鉄の包囲壁で湾を取り囲む海賊たちを処刑台に近づけまいとする海軍。煮詰まる戦況に苦戦する海賊たちへ戦国は叫ぶ。これより速やかにポートガス D エースの処刑を執行する。なんとかしねえと、急がねえと。あいつらもうエースを処刑する気なんだ。そうじゃな、なんとかせねば。あそこが唯一鉄壁の穴、どうにか利用せねば。頼みがある。なんだあれは、水柱。麦わらのルフィ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。怖いね、この若さ。無鉄砲さ、兄貴にそっくりじゃねえか。ふん、吹っ飛べ。ガトリング、よっと、バズーカ、バカタレナ、よっと、大噴火、大噴火、見てろ、大噴火、あのゴム切れんぞ。ゴムゴムのバズーカ、ゴムのピストル、よっよっ、このゲーム、バカタレナ、ゴムのうさ。あらら、お前がね、やっセカンド、このゴムゴムのジェットガトリング、飛ばしてやる、ジェットピストル、くっ、ジェットバズーカ、よし、ソード、ギガントピストル、ひどいことするじゃないの。よっと、よっ、セカンド、お前の爺さんは恩人だが、仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。大将、俺は一番隊隊長マルコ。の攻撃を逃れたルフィだが、満身創痍のルフィの前に今度は大将キザルが立ちふさがる。
今日だけじゃねえ。麦わらのルーキー、力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。やった。よっ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 よおお、白ひげの采配にも焼きが回ったね。おめえともあろう男がそんな無謀なだけのゴミくずに先陣を切らすとはね。それ見たことか。だから言わんこふっちゃなすてべる。息はあんの麦わらボーイ。岩ちゃん、こいつはもう十分やった。手当てを。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカ好きだぜ。一人で三大将に戦いを挑んだが、ルフィは力及ばず敗れる。立ち上がれないほど消耗したルフィ、しかしまだエース救出を諦めてはいなかった。ルフィはイワンコフに一つの頼み事をする。イワちゃん、最後の頼み聞いてくれ。やるだけやって死ぬならいい。戦わせてくれ、イワちゃん。今戦えなくて、もしエースを救えなかったら俺は後で死にたくなる。今戦う力を俺にくれ。だからバター氏はバナータに死なれちゃう。ドラゴンに合わせる顔面が見えつってんのに、このバッキャベルメイン。分かったわよ、勝手にしやがれ。ルフィ、イワンコフにテンションホルモンを注入され、再び立ち上がったルフィ。またエースを処刑する気だ、あいつら。エースを救出するため、
処刑台へとかける。続ける跳躍警告のダメージ警告ロック、攻撃包囲力の武器を使う警告跳躍ダメ攻撃を受けていく。ロック跳躍継続攻撃跳躍危険攻撃完全に満足。ロック強力な攻撃
麦わらボーイ無事でいる。攻撃を受けている。ダメつ。攻撃か。危険。イワちゃん任せろ。ダメージ。バズーカロックル稼働だ。ゼロハッ。攻撃成功。イワちゃん任せろ。危険。バズーカダメージ。ダメージカトリン。さらに攻撃を続ける。成功。麦わらボーイ無事でいる。攻撃を受けている。危険。行くわよ。衝突。ダメージ 70% オーバー。強力な攻撃。警告。ひょっとれ。うおー。岩ちゃん任せろ。危険。バズーカー。麦わらボーイ無事でいる。攻撃を受けている。損傷大。強力な攻撃。ぬっ。岩ちゃん任せろ。バズーカー。麦わらボーイ無事でいる。攻撃を受けている。麦わらボーイ無事でいる。ダメージ。危険。損傷大。ダホイダメージ。攻撃を受けている。バズーカカプセイヤ。超越ロック。攻撃。岩ちゃん任せろ。危険。まず攻撃を受けている。魔物のピストル。魔物に激しい損傷。魔物をやってきた。効果警告。麦わらボーイ落ちている。危険。ロック。超越岩ちゃん任せろ。ダメージ。バズーカよっと行くぞ。ふん。強力。危険。ヤガワグヤガルノープロッツ。攻撃を打ダメツ。強力な攻撃。イワちゃん任せろ。危険。バズーカ。一部会。おい、危ねえぞお前。攻撃中止。味方だ。そうか、お前ら味方か。ありがとう、ハンコック。また、名前を。ルフィの目の前で倒れたマルコ・ジョズ。
海兵たちの一斉攻撃を受け満身創痍の白ひげ。しかし心は折れてはいなかった。息子たちの明るい未来を見届けねえと俺は死ぬわけにはいかねえじゃねえか。未来が見たけりゃ今すぐに見せてやるぞ白ひげ。やれエーサー、見ろ白ひげ。やめろ。覇王色だ。おいおい、マジか。あの小僧。ルフィが無意識に発動させた覇王色の覇気に圧倒される人々。白ひげが叫ぶ。野郎ども、麦わらのルフィを全力で援護しろ。一大事よ麦わらボーイ。世界一の海賊がバナータを試してる。バナータ、白ひげの心当てに応える覚悟あんのかいって聞いてんの。キャブラウヒーハー。白ひげのおかんがなんだか知らねえけど、俺がここに来た理由は初めから一つだ。避けな麦わらボーイ。高の目だ。魔法のピストル。ちくしょう。よっと。おしゃべり。ちくしょう。魔法のピストル。よっと。おっと。おい。いくぞ。いくぞ。こちらの番だ。魔物のガトリンが。魔物のギャー。行くぞ。見てろ。押し下がる。押し下がる。見てろ。行くぞ。押し下がる。この面白い。魔法のピストルだ。よっセカンド。うっうっ全部ぶっ飛ばしてやる。ジェットピストル。虫の居所が悪いんだ。気ぃつけな鷹の目。勢いに乗り祖父ガープをも下した。息上がるルフィたち。しかし海軍も掲げる正義と誇りをかけルフィの前に立ちふさがる。フン
大将キザルを白ひげに任せ、ルフィはついに兄エースの待つ処刑台へと到達する。しかしそこには最後の砦として立ちふさがる海軍元帥戦国の姿があった。鍵あるんだ、待ってろ。ルフィ、お前。待て、私が逃がすと思うな。戦国、私の手で処刑するのみ。昔からそうさ、ルフィ。
俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エース危険のエースが解放された。やったぞ麦わら、エースを奪い返したら。引き抜くなルフィ。おう来ますよ。エースさん、ルフィ君。戦えるかルフィ。もちろんだ。危険のエースは非ロギアだと。絶対に逃がすな。お前に助けられる日が来るとは夢にも思わなかった。ありがとうルフィ。白ひげのおっさんたちが助けてくれたからな。数々の困難を超え、エースを救出したルフィ。あいつ本当にやる男ちゃべる。助かった気になるな。ここがお前たちの処刑場だ。弟なんだよ。手出し無用で頼む。危険と麦わらを処刑しろ。強くなったな、ルフィ。いつかエースも超えてみせるぜ。アイスブロック。あいつ。じゃあまだ今は俺が守ろう。下がれ、ルフィ。ハザードバック。ちょっと待って。
エースの解放を見届けた白ひげはクルーを逃がすためマリンフォードと心中する意思を告げる。エースさん、ルフィ君前を走れ。お前さんたちは狙われとる。思い切れないエースだったがジンベエにせかされ白ひげに背を向ける。だが解放して即退散とはとんだ腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊団船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。エース敗北者、取り消せよ今の言葉。エース
お前の本当の父親ロジャーに阻まれ、王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。親父とゴロツキどもに慕われて、家族まがいの茶番劇で海にのさばり、やめろ。何十年もの間海に君臨するも王になれず何も得ず、しまいにゃ口車に乗った息子という名の馬鹿に刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありゃせんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらえ向きじゃろうが。俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は白ひげだ。やるな。おら。終わらねえよ。まだまだ。セイ。ドン。セイ。ドン。セイ。ドン。ドン。セイ。セイ。焼かれた。エース。おい、ルフィ君、お前さんもう限界じゃ。エースのビブルカード。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。ごめんな、ルフィ。ちゃんと助けてもらえなくてよ。何言ってんだ、バカなこと言うな。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ、俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものは、どうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。ルフィ、俺がこれから言うことをお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ、今日
今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。ルフィをかばい赤犬の一撃を受けたエース。ルフィや白ひげ仲間たちに礼を言い、満ち足りた表情を浮かべたまま落命する。嘘だろ、おいエース、エースだ。助けた兄を眼前で殺され、ルフィの精神は崩壊してしまう。だがエースの弟を連れてけよい、ジンベエ。その命こそ生けるエースの意志だ。エースの意志は守られ受け継がれていく。ルフィの中にしっかりと根を下ろし、高みへまた近づいた。